残暑お見舞い申し上げます。さあ9月ですがまだまだ暑いですよね。そこで涼しいお部屋で公募にチャレンジして賞金や商品をゲットしませんか。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ある日、鬼はおばあさんと出会いました。おい人、何してる。こうすと心が現れんだ。心、心の豊かさ大事。もなあ、心の豊かさってなんだ。なんだろうね。人の心を知りたくなった鬼は旅に出たのでした。心の豊かさをもっと。公募歴20年の森藤恵美と公募歴40年の天の声がお届けする公募の達人。あれ、まあ20年以上ご一緒しておりますけどもね、はい、こういう形で息が合っておりません。ぴったりだと思ってたんですけれどもね。ですね、うまくいくかと思ったんですが、おかしいな。この夏いかがお過ごしでしたか。いや、夏短かったのになぜか散財しましたね。日本の夏、散財の夏。ドドンドドン、いやドドンですよ本当に。いや別にハワイに行ったとか、はい、ドバイに行ったとかそんなことは一切してないんですけど、うん、なぜかお金がすっからかん、お財布すっからかんですよ。お金がすっからかんじゃないの、お財布がすっからかんですね、はい、ということなんですね。何をしてたんだろう。お財布が寂しいということで今回、はい、工房を やりたいとね、エミさんからリクエストをいただきましたので、はい、賞金額が多いものを織り交ぜながら、はい、できるだけたくさんの情報をお届けしていきます。最初のコンテストはこちら。お、よさこい文化祭ですか。はい、これが高知で開かれるのですが、うん、よさこい高知文化祭2026は2つの文化祭の総称なんです、はい、第41回国民文化祭、それと第26回全国障害者芸術文化祭、この2つを合わせてよさこい高知文化祭2026ということでございます。いろいろな文化活動を全国規模で発表、共演、交流する祭典。高知県には豊かな海、うん、土佐湾ね、そうですね、はい、そして山、うん、川、うん、ね、山川、山川豊かが豊かってことですよね。そう、はい、豊かに恵まれた食文化、あと土佐の和紙だとか土佐打ち刃物といった伝統工芸もありますと。今では海外にも広がりを見せているよさこい祭り、もうこれは有名ですよね、はい、それから土佐が生んだ世界に誇る漫画家といえば、うん、柳瀬隆さん、アンパンマンをはじめとする漫画文化など、うん、特色ある多彩な文化芸術が数多くあります、うん、大会を通じてこれらの文化芸術の魅力を発信するとともに価値を再認識するきっかけとして高知県の文化芸術の発展につなげていきたいと考えています、はい、令和8年この2026年に高知県で初めて開催されるよさこい高知文化祭2026を高知県民のみならず全国の皆さんに高知の文化や歴史、豊かな山川、豊かな自然など高知県の魅力を存分にアピールするキャッチフレーズをただいま募集中です。おー、エミさん、高知県は行かれたことは。高知はまだないですね、実は。このキャッチフレーズ締め切りは2024年9月の13日の金曜日必着です。はい、応募はウェブから、うん、公式ホームページよさこい高知文化祭2026で検索して応募投稿フォームに入力をしてください、はい、さあエミさん、うん、寒くなったお財布が温かくなるかもしれない賞、うん、はい、最優秀賞1点には10万円起きた高額、はい、うん、優秀賞2点にも3万円が贈られます。はい、まっことどっさりよさこいコーチ、これどうでしょうか。あれ、なんだか土佐弁っぽいじゃないですか。そう、土佐弁を織り交ぜました。まっことっていうのは本当に、うん、でどっさりっていうのはたくさんで、よさこいはおいでよじゃないですか、うん、だから本当にたくさんおいで高知にっていう意味を土佐弁を織り交ぜながらキャッチフレーズにしてみました。なんか言葉の遊びもあって文化祭っぽいし、うん、
そう、なんかそこの特色、まあ、方言ということも入れてるので特色が出てるかなと思って。漢字を送るんですね。はい、日本漢字能力検定協会、毎年年末に今年の漢字1文字を主催している、うん、はい、その漢検さんが主催です。はい、で、漢字を送るのですが、うん、伝えたい気持ちを漢字一文字で表します。一文字ね、はい、でそれに加えてそのメッセージを100文字、うん、120文字以内で送るというのが今回のコンテストです。はい、部門は4つあります。うん、小学生部門、うん、中学生部門、うん、高校生部門、うん、そして大学生一般部門です。はい、で応募用紙を公式ホームページよりダウンロードしていただいてそれを郵送するという方式なのですが、はい、その、ホームページは日本漢字能力検定協会で検索していただければ、うん、公式ホームページから応募用紙をダウンロードできます。うんうんうん、締め切りは2024年9月20日金曜日必着です。はい、さあ気になる賞ですね。うんうん、文部科学大臣賞各部門つまり4部門1点、はい、うん、つまり合計4点賞状と副賞5万円相当。おお、いいじゃないですか。はい、日本漢字能力検定協会賞、これも各部門1点賞状と副賞として3万円相当。うん、審査員賞各部門3点 3×4 なので12ありますね。はい、賞状と副賞1万円相当。佳作は各部門10点合計40点、うん、賞状と副賞5000円相当をいただけます。賞がたくさんありますね。ありますね。各部門ごとに分かれているので、うん、それぞれの特賞が出てくるのではないかと思いますが、さゆみさん、どなたにどんな言葉を送りたいですか？うん、これって例えば身近な人、例えば両親でもよければ友達でもいいし、プラスアルファ例えばいろんな人に向けてのあなたっていう意味でもどれでもいいんですか？そこら辺りは自由です。自由、はい、おお、まあ幅広い分なんかあんまり限定されてないので、うん、まあ、考えやすいといえば考えやすいですよね。やっぱりここ数年感じていること漢字と感じていることをかけたわけではないんですけどじゃないですか。慎むの慎という字です。お、慎む、慎、これはこれは、はい、まあ、例えば今世界の現状から言うとウクライナの侵攻だったりとか、はい、イスラエルの報復だったりとか、うん、そういった、まあ、世界の戦争だったりを慎んで今すぐやめてほしいという意味です。その慎む、そうです。領土拡大、領土を奪うということは人の命を奪うことにもつながるので、まあね、そういったなんか負のこの気持ちをずっと代々これからも先に受け継いでいく必要は全くないので、はい、やっぱりすぐ今すぐ慎んでやめていただきたいっていう、それはあなたにです。これをここを通してのあなたにという意味もありますし、まあ、その国ってこともあるしね。そうそうそう、プラスアルファ、ね、やっぱその例えば身近なとこで言うあなたは SNS での攻撃だったりとか、うん、そういったネット社会でのやっぱ匿名性での攻撃っていうのも慎んでやめてほしいです。これはやっぱりあなたに向かってあなたへのお願いですという意味も込めてのなんか慎んでという慎という字にしようかなと思いました。達人の道インフォメーション、夢相続、曽根恵子の夢相続クイズ Yes or No。 父親が老人ホームに入所しています。実家が空き家になったので売却する予定です。父親は認知症なので契約は子供が代理で行い、印鑑証明書は代わりに取得できますし、権利証も預かっているので契約は進められます。これ Yes or No？ 答えは No です。不動産の所有者が父親であれば本人の意思確認が必須となります。認知症で意思確認が取れない状況では売却が本人の意思かどうかは定かでないため、たとえ印鑑証明書、権利証が用意できても司法書士の本人確認ができないとなり売却は進められません。不動産の売却は認知症になる前に進めましょう。夢相続では不動産のご相談は受けていますので、ぜひお待ちしています。あなたも夢相続クイズで相続の達人になりましょう。お知らせの後も応募したくなるコンテスト情報満載。続いてのコンテストは川柳です。
いや、郵便物が紛れ込んで私ちょっと迷惑してるんですよ。ポスティングでね、こうすごいチラシでいっぱいになっちゃうっていう経験、皆さん、終わりになるのでしょうか。はい、主催はですね、日本ポスティング協同組合というのがあるんですよ。でこの日本ポスティング協同組合というのは、地域特性を生かしたきめ細かいヒューマンネットワークが特徴で、およそ 31,500 人のポスティングスタッフが、3,000 万世帯以上をカバーしていると。で厳選されたポスティング業者92社が加盟しているそうで、おそらくエミさんのところにポスティングされている業者さんはここに加盟していないと思われます。なるほど。そしてこの日本ポスティング協同組合さんはなんと、観光庁の建物にポスティングを行う必要な証明も持っているということで、ちゃんと観光庁のお墨付きがある協会組合があるということをこの機会に知っていただきたいと思います。なるほど。それも92社っていうことなんですよね。はい、全国カバーしてます。なるほど。じゃあこの協同組合に加盟していない人たちがきっと私の家の郵便受けをチラシでいっぱいにしてるんです。そうだ、そうだって言っちゃった。そうです。いや、そういうことか。はい、こういうことを知ることができるのも、コンテストのいいところですね。確かに。さあ、締め切りはですね、2024年9月の20日金曜日必着です。応募はウェブからポスティング川柳で検索していただき、応募フォームに作品、住所、氏名などを入力して投稿してください。さあ、気になる賞なのですが、第1位、入賞作品が入ったオリジナル記念盾と記念品、そして賞金5万円です。あ、いいですね。いいですね。はいはい。第2位は同じく2万円。はい。第3位は1万円。そして第4位から第10位まで賞金5000円など、賞は10位まで多数ございます。ありますね。エミさん、チャンスありです。チャンスあり。そうですね、散財した分をここで、ね、取り返す意味でも。そうですね、この夏、応募して、秋冬ぐらいに発表になりますので、財布がね、寒い秋冬にあったかくなるということになってくるのでは。で、今回第10回なので、前回第9回の1位を取られた作品ちょっとご紹介します。温まるポストに書かれたありがとう。これはじゃあ、家の主が書いてるってことですね。そうだね。じゃあ配達する側の気持ちをということですね。述べたのかな。はい。第2位、難所あり申告敬遠してみたい。坂道とか多いとっていうことですか。そうだね。だから配るポスティングをしていただく方が、うわー、この坂きついわ、ちょっと避けたいわ、でもポスティング組合に入ってるから、ちゃんとやんなきゃねっていう川柳ですね。なるほど。第3位、名も知らぬ花を楽しむ配布道。それもまたいいですね。辛いだけじゃないというか、毎回毎回こう配っていくときに配布する、その先の道に、新たな、ね、植物とか景色との出会いっていうのもまた一つなんかいいですね。いいですね。なんかこう今度はスマホに撮って検索していただいて、その花が何なのか、お忙しいとは思いますがお忙しいと思いますが、そういう形でこの花は何だろうってなんか投稿してもらえると、いいですね。第3位を取られた方、よろしいのではないかと。はい。DM と見まがうほどのポスティング。おい。これはただ単にやみくもにここん家に住んでるのが誰かわからないようなのに出てくるじゃないですか。はい。では、ね、そうではなくて、もう私という人物がどういう人物か知っていて、私というターゲットをちゃんと分かった上でのポスティング。だから郵便物じゃないけど、そうエミさんのところにきちんとどういうことをターゲットした、例えば40代で女性で、例えば洋服が好きとか、例えばそうだな、エステとか、トレーニングとか、そういうのも女性とか男性とか分かった上できちんとポスティングをしているっていう、ちゃんとしたそういった協会とかに所属している会社もあるんだなってことをこれをきっかけに知ったので、確かにまるでそれってダイレクトメールな感じですもんね。そうそうね、 DM みたいですもんね。あれ、これ私宛ての名前書いてあって入ってんの？いやいや、これ違う、普通にポスティングされただけだと。それだとまたなんて言うんだろう、気持ちが変わってきますよね。確かに。
いや、ここまで20万円ほど稼いだ計算なんですよね。全部最優秀賞を受賞した気分、うん、ということですね。そうです。さあ、ここからの上積みのコンテストは何ですか？アーパー、帽子かぶらなくていいですか？帽子は元社長はい、はい、主催はアパホテルです、うん、おっしゃる通りです。そうですね。で、今回のオリジナル川柳のテーマは観光です。うん、はい、まあ、アパホテルといえばもう立地いいところにいっぱいありますから、観光とは切っても切り離せない、うん、アパです。はい締め切りは9月の30日月曜日必着です。アパ川柳で検索していただいて、応募フォームから作品を投稿してください。はい、応募は1人2回までで、うん、その2回1回につき 10作品応募できるんですけど、はい、トータル最大10作品まで応募できます。なるほどなるほど、はい、このオリジナル川柳テーマは観光なのですが、うん、条件があります。んなんだ。句の中に、うん、こと、うん、まを入れる。ことまの2文字を入れる。ことま、はい、理由は分かりません。別にアとパではないんですよね。アパじゃなくてコーマーですか。コーマーです。へー、なんだろう、はいはい、この2文字の入れる場所は順不動でバラバラで離していただいてもくっつけて、うん、だからコーマーでもマーコーでもいいわけですけど、コーホニャラララララマーでもいいんですよね。マーホニャララコーでもいいし、ほほほほ、何ですかそれ。分かんない。何ですかそれ。今そうやってほほって言ったからほほほ全部ね。さあ、賞がすごいですよ。来た来た、そりゃそうですよ、アパですから。はい、うん、アパホテル社長賞、うん、なんだなんだ。アパ一句です。20万円相当のアパホテル&リゾート、うん、大阪難波駅前のタワー、うん、スイートルーム、うん、宿泊券、うん、一泊素泊まり最大4名泊まれるだけでなく、うん、バー、うん、セブンティーンクラブ二次会のセットとお送りいたします。すごい。あ、なるほど、相当の泊まれるということですね。はい、はあ、はあ、しかも4名までってすごい、はい、大阪難波もうね、観光拠点としては、そうですよ、 USJ も行ければですね、うんうんうん、難波橋も行けますし、うんうん、震災橋も行けますし、はい、たこ焼き食べ放題ですよ。まあ、なんといってもそうですね、バーセブンティーンクラブというこの二次会のセット、つまり一次会はどっかでやってこいって言うんですよね二次会は払うよってことなんですね。ほほ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 ほ、なるほどな、これすごいですね、はい、20万円相当、はい、うん、見る賞一句、はい、20万円相当のこれもアパリゾート加水郷、うん、露天風呂付き客室、うん、天空の間、うん、宿泊券、うん、一室限定一泊二食付き、うん、最大4名まで行けるものにこのミル賞贈られます。これもいいな、これもいい、露天風呂付きで、はい、しかも一泊二食付きで最大4名でしょ、はい、これ家族4人家族だったら全部できちゃう、はい、これもすごい、これもね、うん、すごく観光名所ですから、うんうんうん、いいですね。まだありますよ、まだあるグリーンリゾート賞一句、うん、17万円、細かいですね、17万円相当のアパリゾート上越妙高、うん、いいですね、スペシャルスイートルーム宿泊券、はい、一泊二食付き、うん、最大4名様プラス、うん、インフィニティプール、うん、バレルサウナご利用チケットがついてグリーンリゾートショーです。これもいいな、インフィニティプールがあるんだここ、はい、へえ、しかも上越妙高ですね、サウナの利用チケットも一緒にいいわけじゃないですか、はい、で1泊2食付きで4名様、また4人ですもんね、いいですね、いいな、さらにあります、まだあるの、初夢ドリームショー、縁起がいいですね、うんうん、11万円相当のアパホテル&リゾート、うん、東京ベイ幕張、うん、デラックスツインルーム宿泊券、うん、一泊二食付き最大4名様、うん、ツインルームですけどベッドを足してですね、あ、そういうことか、4名様まで泊まれると、はいはいはい、これもいいですね、幕張だからね、ディズニー近いから、そうだ、いいじゃないですか、うん、うん、さあエミさん、うん、この4つ大きな賞がありましたけど、うん、はい、エミさんどれがいいですか。私はあのインフィニティプールの上越妙高、なるほど、か
かアパリゾートの加水郷の露天風呂付きの方かって迷ってるんですよ。なるほど。でもやっぱ20万円相当の方がなんかすごく良さそうな気がするので、まあそれはあの場所柄ね。そう。やっぱり都心に近かったり、うん、観光地バリッとあったら、うん、それはちょっと高くなりますよ。そうですよね。なので加水郷にします。承知いたしました。はい。このミルショー。うん、狙いで狙いでここ行きます。ここ狙いで行きます、はい、そしてですねここまでご紹介した賞、うん、受賞者の方全員にアパホテル公式ミネラルウォーター、うん、富士川源流天然水のアパ川流ラベル版1箱が贈られます、うんうん、さらに入選商品40作品には1万円相当のアパのですね社長カレー、うん、美味しいです。有名ですよね、はい、カレー&ご飯各15個入りが、うん、送られます。で、応募者全員にですね、うん、アパポイント200ポイントつまり宿泊する時などとか、うんうんうん、あのアパの公式アプリのポイントとして200ポイントが申請されます。あ、いいですね。これも嬉しい、はい、うん、足りないな団体行動を守れないまとこ、そうです、ま、団体行動を守れない、守れない、そうです。これあの私のことなんですけど、まあ、観光ってやっぱり自分のペースでいろんなとこを見たいし、うん、ここはあんまり興味ないけどここはすごい興味ある、うん、ここ行きたいんだけど入ってないとか、はい、団体行動ってまんべんなくみんなに合わせなきゃいけないじゃないですか。時間厳守、ね、なんなら起きる時間集合時間もそうだし、はい、ね、ご飯行く夕飯のところはここで何時から何時までみたいな、はい、そうじゃなくてもうちょっと例えばゆっくり寝たい、逆にもうちょっと早く起きて一箇所見るとこを増やしたいとか、あ、なかなかね団体行動苦手なんですよ私。今までの当たり前がそうでなくなった今、もう一度自分の周りのこと見つめ直しませんか。私は、家族は、地域は、この国は、風土は、文化は、好き嫌いは、美しさは、正しさは、心は、常識は、あなたは、今ある世界は、本当に昨日と同じか。リシンクしよう。当たり前はもう当たり前じゃないかもしれない。今日、明日を作ろう。世界は昨日と同じか。リシンクプロジェクト。お知らせの後もお財布を熱くする公募情報。あ、ジオといえば私伊豆大島も行きましたよ。そうですね、うん、あの日本にはジオパークというのがたくさんあるんですが、うん、エミさんと一緒に以前ね、懐かしい、はい、伊豆大島も行きました、はい、ジオです。今回主催しているのは南紀熊野ジオパークガイドの会というのがありまして、うん、はい、南紀熊野、和歌山県の一番南ですね、熊野にジオパークやジオサイトをきちんと紹介するガイドの会があります、はい、なので今回は、まあ、そこの南紀熊野のジオに限定はしていませんが、そのジオパークやジオサイトを題材にした川柳を募集しています、はい、ジオパークのジオというのは大地、地球ですね。で、パークは公園ということなので、まあ、そういった地球の、大きさとか地球の息吹を感じるような空間、公園をジオパークと言いますと、はいはい、でジオサイトというのはジオパークの見どころとなる、その中でもちょっとギュッと詰まった中心的な場所という意味です。さあ、締め切りは2024年9月の14日土曜日17時までです。はい、17時までということは応募はウェブから、うん、南紀熊野ジオパークで検索してください。さあ、賞はですね、はい、最優秀賞1点に、うん、地元和歌山県の熊野の特産品1万円相当、うん、優秀賞5点には5000円相当、入賞10点には2000円相当が贈られます。うん、さあ、エミさん、はい、ジオパーク行ったことありますから、ね、ちょっとイメージをしていただいて川柳を考えてください、うんうん、もちろん南紀熊野、うんうん、でもいいですし、うんうん、一般的なジオ、うん、ジオパークでも結構です。お、行きます。歩いてる鼓動に鼓動を重ねてる。お、熊野鼓動、熊野鼓動とあの心臓とかのあの鼓動です。地球の鼓動、地球の鼓動、いわゆるそのお大地の息吹を感じるっていうふうに先ほど手の声さんおっしゃったので、うん、はい、その熊野古道で、まあ、もう、ね、何万年前からこの大地が息づいている、そうですよ、その古道、
そこを重ねてるという意味。プラス熊野古道を歩いていると自分の鼓動も一緒にははと言いながら一歩ずつ踏み歩いていくじゃないですか。なんでこんな急に思いついて後付けのようにいや、なので大地の息吹と自分の今生きているこの命の鼓動、そこも重ねて何かこうね、人生というかこの自分の歩いていく道というか生きてること、地球も生きてる、そして私たちはその地球に生かされてるこの鼓動っていうダブルミーニング、トリプルミーニングというのを入れてみました。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回達人の道は昭和ゲームの達人、昭和平成令和どの世代も集まれー。